Hi everyone, my name is Ichi and welcome back to the channel. In the last episode, we tried to save President Darling, or Harling, forgot what his name was. But we ended up getting blamed for the death, his death, or his supposed to be death. And so we'll be continuing on with the story. So we finished episode 4 or mission 4. We'll now go with episode 5 or mission 5 for this playthrough. Cue cutscene. Atashi ra ni tochi umaku ikanai mon de deki ga migoto ni yodou ni hikkakatchimai yatta. Magai mono dake de dekita atashi ra no kichi wa kibo dake kara mireba オーシア空軍の反撃の要みたいに見えたからな。毎日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 の空襲だ。敵がここを叩こうと真剣になったら叩かれて出る損害なんかありはしない。バンカーに並べたハリボテと因数外の懲罰兵の命、それくらいさ。ダミーを作ろう合間に本当に飛べる機体も組んでみたが、ちょっと反撃しなくちゃ本物の基地らしくないと思ったやつが司令部にいたらしい。幸い搭乗員はそこそこいた。懲罰部隊に落とされた罪の深さと作戦機を操縦する腕前は関係ないらしい。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りのやつ、そんな連中に操縦艦を握らせて迎撃戦闘だ。毎日毎日毎日。そら、今日もまた新入りが放り込まれてきた。こいつは何をしでかしたんだか。私の父さんはオーシア空軍で死んだ。敵に包囲され撤退する友軍のその撤退援護は危険な任務だ。これに志願した英雄的な連中がいた。だが本当に難しいのはこの英雄的な伝言を無事に撤退させることだ。父さんはこの任務に就いた。そして諦めた。遅すぎたと判断したんだ。誰しもが同じように考えただろう。戦後父さんの最後の様子をうちに伝えに来た父さんの戦友が言っていた。次に撤退戦を経験した時、父さんは伝言に志願した。大バカ野郎だ。そして死んだ。やはり誰の援護も得られずに。私はこの話が大嫌いだった。なんて惨めな死に方をしたんだと父さんのことを惨めに思ってきた。最近この基地に懲罰部隊に放り込まれてきたやつについて噂を聞いた。こいつの罪ときたら、なんとその手でハーリングを殺したんだそうだ。前の戦争の時のオーシアの大統領、私がこんなところにいるそもそものきっかけ、じいちゃんが自前で超音速機を作ろうとした理由、父さんがあんな死に方をしたあの戦争の指導者がハーリングだった。私はこの新入りに礼を言うべきなんだろうか。いや、虫図をこらえきれないのはこの誰もが誰をも信じない腐った空気だ。Mission 5444. Let's go. Mission briefing. 諸君らに自覚を促すために特に伝える。本日当隊へ移送されてきた新入りは国際停戦監視軍の軍事法廷による有罪者。その罪は重大。なんとハーリング殺し。タックネームはトリガー。我がオーシア軍第444航空基地機構隊に本日付で所属となった彼だが、その存在は一個のシンボルたるに過ぎない。ハーリング殺したるか否かの違いはそれほど大きくはない。諸君らもまた何らかの罪により服役中の身である。諸君らには自ら犯した罪の償いをする義務がある。当隊には搭乗員資格者が複数いる。このため司令部は不足する戦力に充当するため、諸君らを用いてワイアポロ山脈への偵察飛行を行わせることを提案してきた。だが長官はこれを拒んだ。諸君らの罪はこの基地にあって償われなくてはならない。ここは敵の攻撃を吸引するためのおとり基地だ。諸君らがここでおとりとなり敵の攻撃を引き受けることで
我が軍の反撃主力は無事のまま準備を整えることができる。爆撃です。警報を止めろ。いつものやつだ。この壁地ザップランドまで暇なやつだ。さて、何機かスクランブルしてもらわなくてはならない。またか。今回は何機落ちるか。戻されるよ。ダミー滑走路の上空に航空機を隔離。形の上だけ揚撃機が上がれば十分。廃棄寸前だが、まだ離陸できる機体を何機か用意した。今回も重罪の者からこの任務に当たってもらう。まずはハーリング殺しのお前からだ。敵爆撃機の撃墜までは期待しない。この基地から揚撃機が飛び立った事実だけを敵に見せつければよい。Operation name, High Guard. Operation objective, deceive and disrupt the enemy in the air above the base. Do you kill them or not? Sky conditions, sunny, cloud cover, few clouds, no hiding. 4 enemies, 7 in total. Something 29, 95, DU95. Okay, let's go. We have a new aircraft. Can unlock weapon. Light disc level 1. Air to air lock on missile. Get these things at the moment. I'm gonna stick with this. Okay, let's start mission. We'll stick with the F-416C. Air to air, lock on missile. Yeah, I'd like this one better than the other one. Let's go, guys. Can I actually kill the enemies if I can? 命令に従え、ソリガ。滑走路へタクシングしろ。高度計を確認し、滑走路手前で待機。コントロールタワー、
できればこちらからにしてもらえないかな。フェアエイド、おいチャンプ、こちらコントロールタワー、離陸許可は出してない。命令を守れ。うっせえ。離陸準備中の機はスペアエイドに注意、強引に離陸しようとしている。さて、一番機は僕でいいかな。空に上がってみれば自然と決まるんじゃないの。良いことを言う。トリガー、お前のコールサインはスペア15。それがお前の空中での囚人番号。これから欺瞞要撃を開始する。スペア15、たった今滑走路が開いた。離陸を許可する。急げ。血が騒ぐぜ。クソ、まぬけめ。戻ったら独房に叩き込め。スペア8、着陸したら覚悟しておけ。スペア15、離陸を確認した。高度制限を解除する。行ってこい。今回もミサイルは撃てないのか。 FCS をロックしている。クソ、こいつはすごいね。ちょうどいいハンデだ。囚人が自由に使えるものなどない。ボールペン一本だったな。来たぞ。ハーリング殺しの新入りが上がってきた。奴はハーリングにきっちり2発ミサイル撃ち込んでる。さすがだな、情報屋。情報見えてないとしっくるな、今の戦争は。はしゃぐな囚人ども。新しい人殺しが来て嬉しいか。ウィーハー。こちらバンドック、スペア15、俺が監視役だ。先ほど滑走路を攻撃した爆撃機が再度爆撃するため戻ってくる。どうせダミーの滑走路だ、構わん。お前らはせいぜい空中を賑やかせ。この基地に戦闘機がいると見せびらかせ。誰かタバコ余ってないか。後でくれ。撃墜されても構わん。罪を償うチャンスだ。ありがたい。もう一つだ。作戦区域から離脱する者は無条件に撃ち落とす。いいな。はいよ。仕事しろよ。どうやトリガー、見張り付きで飛ぶ気分は。それは大戦果だ。バカめ、ハリボテの飛行機を爆撃してやがる。敵はこの基地に航空戦力が結集してると思い込んでる。下にあるのは全部ハリボテだぞ。敵は見てわからねえのか。ハリボテの敵がいいのさ。まずい、敵の攻撃が完全装着撃。なんだこの揺れは。お前、煙が上がってるぞ。召喚、急げ。これ以上敵を近づけるな。私を殺すつもりか。全て落とすよう命令しますか。死ね、罰金で死ね。クソ。スペア隊、よく聞け。爆弾を抱えた連中を全て撃墜しろ。ウェポン作り、光線を許可する。殺してこい。ミサイル作りこんなやつ変えなくちゃな。トリガー、どっちが先に落とすか賭けようぜ。ここは懲罰部隊だ。お前らがいつ死ぬかは俺が決める。さて、じゃあ僕が指揮を取る。カッキー、援護しろ。誰が嘘つきの指揮棒で踊るかよ。俺の腕を見せてやろう。スペアフィフティ、敵撃墜。トリガー、撃墜数をちゃんと数えておけよ。あと比べよう。いや、どうせ見澄ましして報告するんだろう。レーダーにファーガリー、接近中の敵グループを発見。直ちに対応しろ。はいよ。高高度を飛ぶ爆撃機がいる。自分のケツばかり気にせず上も見ろ。次の目標に移れ。教えてやろう。この部隊に来たのは尾翼に爪痕を書かれ、その数が多いほど犯した罪が重いんだ。だから在設定を押さえる。トリガー、お前は散歩か。さすがはハーリング同士。カードのこっちは無駄。戦艦を撃ち出す。基地への爆撃を取る。懲罰減った。
って戦闘機乗りだし、見せかけだけの兵撃って言われてもね。ターゲットの破壊に集中しろ。背後取ったぞ。くさまれ。飛行隊
そんなものを作った理由があるはずだ。ハリボテの基地作戦は今のところうまくいっているようだけど、戦争を終わらせる方策は誰かにあるんだろうか。まもなく到達する。爆弾装置だけ。当たりだ。着陸で死んだ場合はどうなる？あんたの勝ちだ。なんだ、まだ諦めてないのか？確認しただけだ。スペア15、こちら管制塔。機体の着陸チェックをしろ。墜落されて滑走路を塞がれてはたまらんからな。スペア15、着陸を許可する。風の影響はない。あと3000メートル。速度が速い。減速しろ。あと1500メートル。左旋回しろ。誘導限界を超えた。目視で着陸しろ。まずまずだ。今後も機体は丁寧に扱え。トリガー、貴様のせいで大損だ。覚えておけ。スペア15、たった今滑走路が開いた。誰が敵を撃墜？命令違反の者は独房だ。出て行け。Yeah, that's the video for today, guys. Again, like, comment, and subscribe for more videos like this. And as always, see you today. Thank you very much for watching.